おはようございます、宇治岡崎です。最近本当に思っていることがありまして、ハゲそうなんです。本当にハゲそう。結論から言いますとですね、毛がちぎれてます。なんか毛がちぎれてるなぁと思っていたんですよね。はい、なんかですね、私の毛って ここまであるんですよね。ここまでで、ここまであるのにもう関わらず、突然変異のこの短い毛たちがこう生まれてきているわけなんです。ほんと、これなんか全然心当たりのない、ちぎれ落ちた毛がめっちゃありまして、なんかこう髪の中とかでも、まあ多分ですけど、寝ている時に私が無意識のうちにこうちぎっているか、何かのきっかけでこう剥がれ落ちるというか、なんだろう、こうちぎれ落ちるかって考えたんですけど、でもこんな部分的にピンポイントで、この束、こっちの束はまあ長い束なんですけど、こんな、と思ったんですけど、おそらく私の毛がですね、ここら辺が髪も染めてない普通の毛で、ここら辺が一回だけ茶色に染めた茶色い毛で、ここら辺がブリーチをして何回も何回も染めて痛めつけた上に、今黒い髪の毛の色をね入れていて、まあ、ナチュラルに見せているけれど、剥がれ落ちた毛がこっからここなんですよね。で、本当にもうそこだけピンポイントで落ちているんで、これはもうちぎれ落ちてなくなっていった毛なんだなと思って腹をくぐりました。いやー本当、なんかこの前とかもライブの写真とか見てたら、ここら辺になんかピロピロっとした毛がピョンって出てきて、この毛は何ぞやと思って、すごいびっくりしました。で、私の毛の構造なんですけど、結構変な髪型の癖っ毛で、多分びっくりするぐらい癖っ毛なんですよね。もうこのカールとかも本当にこういうのが嫌なんで、いつもね、ここ耳にかけて、ここ横毛をこう作って編み込んでいるんですよね。やっぱりなんかここら辺ってすごい癖が出やすいんですよ、人って。で、もう雨の日となったら、もうってごついことになってしまうんで、こうね、みんなのこうすごいこう悩みを隠すじゃないですけど、コンプレックス隠しじゃないですけど、そういう方法を、いろんな方法を思いついて切ってたんですけどね、髪の毛ちぎれる日が来るとは思わなかったので、ちょっとびっくりしてます。で、本当に髪の毛をくくっていない、すっぴんの髪というか、なんだろう、もう何もない毛は、こんなに、もしゃもしゃと、なんかこう、なんかいろんなところからいろんな毛がいろんなうねりを出しながらこう、やってきているので、これをね、必死に日々、アイロンで伸ばしてます。最近はずっとこのアイロンを使ってます。いやもう今日本当に髪の毛がちぎれてすごい悲しいっていう、本当にその話でした。しかもなんか右側に多いんですよね。ここら辺とか結構顕著に短くて、本当かショートカットの人やもぐらい、やばいね、これなんだこれ、すごい、なんか自分でも見てびっくりしたんですけど、ガチでショートカットの人みたいになっている。毛がなくなっ、ちょっと待って、これ本当に毛がない。毛がない。ちょっと待って。何これ。毛がない。ほんと、毛が、ちょっと、ここら辺がないっていうレベルじゃない。なんか全体的にない。なんだこれ。私が髪短かったら、こんな感じです。早く入ろう。髪早く入ろう、ほんとに。ちょっと待って。やばい。これ、なんか刺激をすると髪早く生えそうでしょ。髪早く入ろう。やばい。
き定め強いまたあの約束の日にも手にした思い血と涙と汗赤い瞳長い耳揺れ跳ねてみても手伸ばしてもあなたがあなたがあなたが抗ったとパラダイス止まりたいって息吐いて糸が混じる